福岡県宗像市の神野港から20分前後の船旅で極上の開放感が味わえる大島。フェリーターミナルから徒歩圏内の漁港ではアジやメバル、アオリイカ、カサゴ、シロギスなどが狙え、多くのアングラーが足を運んでいる。今回はそんな大島を舞台に釣り具のポイントスタッフの後藤康則と黒住秀勝がライトゲームの魅力を解説する。今回のルアパラ九州 TV は福岡県大島のライトゲームをお届けしています。おはようございます。釣り具のポイントの後藤です。さあ本日はここ福岡県宗像大島に来ております。本日はですね、この GR3 これを使ってですね、まあ、日中で狙えるライトゲーム、これで狙える魚を全部釣ろうということでやってまいりました。そして本日の助っ人はこの方。おはようございます。釣り具のポイントフィッシングマイスター黒住です。今日もよろしくお願いいたします。さあ黒住さん、もう5回目ぐらいですかね、はい、登場するのはですね、まあ今日は日中で狙える魚を、まあ、全部釣ろうということで、はい、何目ぐらい釣りましょうかね。5、6ぐらいは行きたいですね。10ぐらい行きたいですね。どのぐらい魚いるか分かりませんけど。そうですね、まあ、でもまあ今島に来てますけど、島の雰囲気やっぱいいっすね。そうですね、なんかこう ね、のんびりとしてもう釣れそうな雰囲気がしますので、はい、この雰囲気に乗っかって今日はたくさん釣りたいと思います。はい、よし、それでは頑張るぞ。おお、まあ、まずはちょっと港内の方で、湾内の方でちょっとアジをですね狙っていきたいなと思います。結構ですね、デーゲームでアジがポツポツというかですね、ちょっと前はすごく釣れてたという情報がありますので、まあ、その情報に乗っかれるようにですねちょっと狙ってみたいと思います。でロットはですね、こちら XOX のアジング GR3 の、510の S、そして、リールがノーブの1000番で、使用するルアーなんですけども、針が、アジフラット、これの 1.5g にXOX のアジキュート、こちらの、新色でですね狙っていきたいと思います。さあやっていきますかね。デーゲームはやっぱりすごく釣れる時もあれば本当に厳しい時もあったりと不安が残るんですけども、まあ、何かしらいろんな魚いますからね、まあ、アラカブもいて、アナハゼもいて、もちろんメバルもいて、アジもいて、結構デーゲーム厳しそうに見えて遊んでくれる魚は豊富なので、結構この、まあ、こういう風な、まあ、アジングロッドがあるとですね非常に何でもできて手軽なターゲットを狙うことができると思います。まずはちょっとボトム周辺をちょっとネチネチとやっていきましょう。水深がそんなにないので 1.5g でも十分そこ取れますね。海藻が結構生えてるので、その際に結構メバルとかがついてそうな雰囲気ですね。今私はですね、後藤店長と同じで 1.5g のジグヘッドに、アジキュートをつけて、中層から下を狙ってメバルだったりアジだったり釣れたらいいなという感じで狙ってます。はい、ですね、ここの堤防なんですけど、足元ですね、垂直からちょっとこうえぐれてるので、ちょっと以前ですねご紹介したアジキュートのテールカットチューン、まあ、以前長松マイスターが教えてくれた、まあ、大爆調したチューニングなんですけど、アジキュートですね、このようにリブが入ってます。まあデコボコしたところですね、このリブの一番最後のところをちょんとカットします。まあ見た目はちょっとなんかこう残念な感じに見えるんですけども、これでですね足元に落としてちょんちょんとしゃくると、見事なこうダートアクションで際の魚をすごく誘い出してくれますので、ちょっとこれでやってみたいと思います。
以前はですね、これで荒株とメバルが大分の堤防ではですねすごく爆釣したので、これでベラも釣れましたもんね。なんかこれがですね本当に面白い動きをしてくれるんですよ。これ でこのダートアクション投げてよし、そして真下でもよしなので、結構私よく多用してます。でこれであればちょっと今風が吹いてるんですけど、風が強くても真下なので風の影響も感じることなく誘えることができます。はい、ちょっとですね反応がなかったので、今から底の方を攻めてみたいと思います。で仕掛けはですね、フリーリグと言われる仕掛けを使います。で重りが、5g 前後に、これはカサゴとかのいわゆるロックフィッシュ用のワームをつけてちょっと底の方を狙ってみたいと思います。まずは投げてから、着底まで待ちます。はい、今着底しました。で、着底したら一回こうロッドをちょんちょんって煽ってあげて、あとはまた着底を待ちます。で、この着底を待ってる間とか着底した瞬間に当たることが多いです。はい、ちょっと足元をずっと狙ってたんですけども、ちょっと反応がいまいちなので今度は大海原に向かって大遠投して、またちょっと違うですねリグを使ってやってみたいと思います。今私使ってるのがですね、キャロライナリグと呼ばれるものですね。でここにリーダーを、60センチほど出して、でその先にですねアジフラットの 0.5g、これに、またアジキュート、これをつけております。でロットなんですけども、アジング GR3 の 80T、キャロフロート用のですね、遠投モデルのロッドを使ってます。でリールは、ノーブの2000番ですね。これに P が 0.4 を、巻いております。ちょっと置き手があったり、また航路にもなってますので、起伏の変化が結構激しいところだと思いますので、その辺をちょっと探ってみたいと思います。よいしょ。この後も2人で広範囲を探ってみたものの、なかなか当たりが出ない。朝のいい時間帯に魚の姿を見たいところだが、はい、ちょっとやってみたんですが魚からの反応は得ることができませんでしたので、今日はもうどんどん動いていきたいと思いますので、ちょっと場所移動したいと思います。はい、移動してきました。堤防の付け根ですね。今海を覗くと結構小魚がちらほらいますので、何かしらのターゲットが釣れるのではなかろうかということでやってみたいと思います。でルアーは変わらず、アジフラットの 1.5g に、同じくアジキュートですね、これでやってみます。ちょっと敷石がですねだいたい 2-3m 先まで入ってて、その周辺に魚がちょろちょろ見え隠れしておりますので、その先は多分砂地っぽいですね。ここでも2人はルアーを交換しながら広範囲を探ってみたものの、魚からの反応はなく、さらに釣り場を移動してみることに。移動します。新たなパラダイスへ行きましょう。はい、またちょっと移動してまいりました。今度はまたちょっと奥の漁港にですね、やってきております。こちらも湾内で、水深もわりかしありそうなので、ちょっとまた同じくジグタンでボトム周辺を探ってみたいと思います。そうですね、今のところ想定内です。はい、ちょっと天気が良すぎるせいか、ちょっと非常に厳しくてですね、魚のあたりが今のところなしということで、どんどん動いていきたいと思います。ちょっとピンチですねこれは。行きましょう。はい、また移動してまいりました。今度はまた結構漁港の
内部の方ですかね。で今見たると水深がわりかし今までの場所よりもありますので、敷石周りをちょっと入念に探ってみたいと思います。ここでは岩壁の際にワームを落とし、縦方向の釣りで探っていると、落ちた、よいしょ、出ました、メバルちゃんですね、よいしょ、はい、やりました。本日第1号はメバルですね。岩壁の際からゴワッと反転して出てくるのがバッチシ見えました。やりました、かなり15センチぐらいですかね。いやエキサイティングですね。やりました、ありがとう、また会おうぜ、よいしょ、あ、すぐ帰ってきましたね、やりましたね、まずは1匹、いやーもうほんとこの1匹釣るのがですね大変なんですよ。さあちょっとまだ巣穴にはいろんな魚がいそうなのでちょっと狙っていきましょう。はいはい、さっきなんですけども堤防の先2メーターぐらいまで敷石があって、その隙間からですねメバルがポーンと飛び出してきたんですけど、まあ、その敷石の穴を中心にですねちょんちょんと探ってあげると魚がわらわら寄ってくるような感じですね。でご覧の通り漁船がですね近くに止まっているので、どんなにキャストがに自信がある方でもですねもう絶対に投げないでください。もう風とかで必ず当たったり、また係留しているロープとかに引っかかったりしますので、そうなると本当に漁師の方の大事なお仕事場ですもので、それだけはちょっとマナーとして投げずにもう真下に落とすだけでぜひ釣ってください。私は 100% 引っ掛けます、なのでしません。いい感じのスパイラルフォールしていけないかな。来た、おら、来た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 、おでかいんじゃない、メバル、おあらかぶでかこれはよいしょ来ました、はい、やりました、あらかぶですね、しかもいいサイズです。ヒットルアーはですねアジフラットにこちらのアジキュートをつけた、1.5g ですね、ジグタンでヒットしました、やりました、イエーイ。厳しい状況ながら貴重な釣果を手にした後藤と黒住、後半戦新たな魚種の追加といきたいところだが、果たして今回のルアパラ九州 TV は福岡県大島のライトゲームをお届けしています。はい、移動してまいりました。ここはですね宗像大島の中でも一番メジャーフィールドになると思います。西波戸と呼ばれるエリアに来てます。でここはですね大きな湾になってまして、ここはもう内側でもすごく釣果ありますし、外側でも釣果があります。特に中はですね冬の時期なんかは海遊魚ですね、まあ、アジ、サバ、カマスとかがですねいろいろ入ってきます。で今がちょうどまあ3月の上旬ぐらいですので、まだまだアジの情報もありますし、まあ湾の中に溜まっている魚をですね狙っていきたいと思います。ここも遠投あり、ジグタンあり、まあ、何でもの場所なのでちょっと幅広く釣っていきたいと思います。するとボトム主体の釣りでカサゴを狙っていた黒ずみに待望のヒット、なんだなんだ、よっ、あ、魚ついてますね、これは穴ハゼですね、ちょっとモダルマになってますけど、よいしょ、やりました、穴ハゼですちっちゃくて可愛いですけど、釣り方はですね、先ほど言いましたロックフィッシュ用のフリーリグで釣れました、まあ、ちっちゃいのでちょっとすぐ逃がしてあげましょう、
じゃあね、はい、はい、じゃあ引き続き頑張りたいと思います。はい、おテント様も随分と私の真正面に今いますかね。まだ依然として厳しい状況が続いておりますので、またさらに移動していきたいと思います。今日は厳しいですね、本当天気が良すぎるかな、これ日頃の行いが良すぎたかな、これはい、ということで移動してまいりました。今私がいるのがですね、宗像大島にはですね、このウニング大島というですね、釣り専用の防波堤があります。で今からですね、こちらに入って釣りをさせていただこうかなと思ってます。でここにはですね、このように、予約が必要な海上釣り堀なんかもあったりしてですね、海上釣り堀や今から私たちが釣りするのがこの釣り防波堤というところですね。ここも大島の一番端っこにある堤防なので潮通しも良くていろんな魚が狙えるはずですので、ちょっと今から行ってみたいと思います。ウミング大島には釣り防波堤以外にもマダイやシマアジなどが釣れる完全予約制の釣り堀や釣り餌、菓子などを取り扱う売店、トイレ、シャワー室などが併設されている。はい、ということで堤防にやってまいりました。もうすごく釣りがしやすい施設で、釣り用の堤防なので、こういった柵もあったり、潮通しもですね、ここすごく良くて、なんかここ堤防はずっと水が抜けてます。ですので潮通しも抜群と。で、付け根にはですね、トイレもあったりですとか、先ほど入場した入り口にはですね、売店もあったりですとか、仕掛けとか餌とかも販売してますので、本当に釣り人のための釣り用堤防となってます。ここでですね、しっかりと釣果を残していきたいと思います。さあやっていきますか。まずは変わらず、アジキューとジグタンでですね、まずは足元からちょっと探っていきたいと思います。抜けてるんでですね、なんかいそうですけどね。やっぱ外側に面してるのでちょっと海の色が濃ゆいですね。すごく青々としてますね。なんかしら海藻にちっちゃい小魚がついてますね。こちら側がこっちから今太陽が照ってるので日陰になってるので、条件としては堤防の際に明暗部分ができて、先ほど釣れたシチュエーションと非常に似てますので何かしらいそうですけどね。ちらほらなんかスズメダイみたいなものは確認ができるので、その他の仲間たちがいそうではありますけどね。やっぱ日陰のところにやっぱ魚は確認できますもんね。ことごとくスズメダイですけど、これはやばいですね。ちょっとワームでひとしきりちょっと攻めてみたんですけども、なかなか今日はですね反応がなくてですね、ちょっと今困ってます。なのでちょっと、視点を変えてですね、こちらファルケンアールのモズフラットですね、もうマイクロメタルジグ、これでちょっと岸壁の際をですねちょっと狙ってみたいと思います。以前もですねこれでメバルアラカブ結構釣れたことがありますので、ちょっとワームからジグにチェンジしてやってみたいと思います。もう完全にリアクションの釣りですね。キランと上がってフラフラフラという時にパクッとこう来るような感じですね。植生で来てるというよりかはちょっかいを出しに来るような感じでですね狙っていきます。メバルはこれ大好物なんですけどね。はい、迷走しております。大迷走中です本日は。最高のロケーションの最高な堤防ではあるんですけども、ちょっと力不足ということで、またちょっと欄干の旅にですね出かけたいと思います。まだまだ心は折れてませんので頑張っていきます。くぅ行くぜ。
はい、ということでまた移動してきました。今度はですね、フェリーターミナルの、ちょうど真向かい側の、漁港になります。ですね、まあ、今まで来たところよりかは水深がありそうなポイントになってますので、引き続きあれやこれやして釣っていきたいと思います。さあどうなのでしょうか。変わらず 1.5g 軸単でボトム中心に狙っていきます。事前情報ではここが一番何かしら何か釣れてる場所でもあるということなので、ちょっと期待が持てるんじゃないでしょうか。厳しい状況が続く中、定期船の時刻が気になりだしたところで、後藤に待望の当たりが。やりました。いや、やりましたというかですね、長い沈黙の末にやっと顔を出してくれたベラちゃんです。まあ、岸壁の際にですね、海藻が生えててちょんちょんやってると、ファッと横から出てきてくれました。いや、もうありがとう、もう本当お疲れ様でした。ということで、はい、村方大島を舞台にですね、一日中ですねライトゲームをお送りしたわけですけども、もうすいませんという感じでですね、厳しかったですね。そうですね、ちょっと厳しかったですね。いやー、いろいろしましたよ今日は本当に、上から下から。そうですね、軽いのから重たいのまで、はい、近いところから遠いところまで本当もう出し尽くしましたけど、はい、まあね、日頃の行いが良すぎて、ね、天気に恵まれすぎたのと、ね、ちょっとこう釣るぞオーラが出しすぎたのかな。そうですね、ちょっとね、はい、すごかったよ黒住さんのオーラは俺が来てやるぜみたいな、それがちょっと出しすぎたっていうのもありつつ、まあなんだかんだ村方大島も満喫した、はいはい、一日ではありました。はい、まあ今ちょっと時期的にですね、ちょっと今一番水温が低い時期なので、まあ、ちょっと厳しかったかなっていうところはあるんですけど、ねね、まあ今から暖かくなるとですね、本当にいろんな魚がきっと水面から飛び出してくれると思いますので、でまたこんな細いライトタックルで遊べますので、本当に手軽な釣りとなっておりますので、ぜひですねご覧の皆様、今日はちょっと参考にしなくてもですね、あ、こういう釣りもあるんだってぐらいでですね、温かい目線で見ていただければな、ね、よかったかなと、思います。まあ、今日は本当に朝からですね、本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ポイ捨て、マナーも腕の内。おはようございます、釣り具のポイントの後藤です。さあ皆様ご覧いただけたでしょうか。まあ今日はですね、本当に朝から大迷走ということで、本当にですね厳しい一日となってしまいました。まあ、本当であればですね、まあ、絶対もっと釣れるはずです。まあ、今日はまあ私たちの腕がなかったのと、あとは日頃の行いが良すぎて天気が良すぎたのと、いろんなことを言い訳にはできますけども、まあライトゲームですね、まあ、非常に難しかったんですけども、まあ、これからもっとですね、シーズンが良くなればですね、水温も上がって本当にいろんな魚と遊べる面白いゲームでもありますので、まあ、皆さんもですね、ぜひこういう離島でですねやると、またちょっと旅行気分で非常に楽しいゲームとなりますので、ぜひ行かれてみてください。で今回ですね、ご紹介したい商品がもうちらちら映ってたんですけども、こちらXOX のライトゲームフィッシュグリップという商品になります。まあ、例えばですね、メバルのようなちょっと口の小さな魚ですね、そういった魚に、まあフィッシュグリップみたいな感じでガブッとこう掴んでしまうと、どうしても鱗に傷がついて、まあ、魚にダメージを与えてしまいがちですけども、こちらのグリップはですね、先端が非常に細い状態になっておりますので、まあ、小さな口の魚にもしっかり掴むことができます。ですので、まあ、直接手を触れることもなく、まあ、魚に火傷を負わせることもなくですね、安全に針を外すことができて、そして魚をですね、まあ、こうやってかっこよくですね、写真を撮ることが可能な商品になっております。で、まあ、非常にコンパクト、私の手のひらサイズぐらいで、まあ、チニングぐらいまではですね、全然ご使用できる、サイズとなっておりますので、まあ、ライトゲーム全般、まあ、本当に身軽な釣りに非常に適したサイズとなっておりますので、ぜひこちらいかがでしょうか。